1000人アンケートと一緒に集計したところ、今時日本男子に足りないものの上位はチャレンジ精神、責任感、そして我慢強さという結果に。ここに一人日本に留学してきた青年がいる。ジンバブエから来た久田ムテンダ君、大学3年生。留学の目的は勉強以外にもう一つあった。日本国しかできないことをやってみたくて、できればどこに行っても日本しかできないことを、一番厳しい、大きいチャレンジ、チャレンジは大事ですね。チャレンジがないと勉強にならない。日本にしかない文化で、しかもチャレンジ精神を満たせると久田君が選んだもの、それは。かっこいい。日本の学生固有の伝統文化、応援団。東京農業大学全学応援団。大根踊りで有名なこの応援団は昭和6年設立以来、現在78代目。この時代に団員数24名を誇る日本一の応援団。日本男児になりたい留学生。練習の厳しさでも群を抜く東京農業大学の応援団。留学生の久田君がそこで学んだ男の美学とは。誰ができなくてやってんだよ。私です、自分です。農業大学。78年の歴史と伝統を守るこの応援団の練習は、厳しさでも群を抜いている。この日の気温は35度。大根に見立てたペットボトルは2つで4キロ。78年の歴史の中で外国人が入団したのは初めての出来事。自分へのチャレンジとして入団した久田君。一方、日本人の団員も。今若い者はなんか根性がないとか我慢できないとか言われているんで、じゃあそういう若者にはなりたくないなと思ったので、自分がどこまでできるか試したい。国は違えど持っている精神は同じ。求めていたチャレンジ精神を満たすものがここにはあった。農大応援団の大団旗は重さなんと60キロ。騎手はこの団旗をぶつけたり応援中に下ろしたりすることは絶対に許されない。野球の応援ともなれば 3,4 時間上げ続けるのは当たり前。団旗は学校そのもの。これを守り抜くのが騎手の責任。さらに練習の最中、どうしても型が決まらず先輩に怒られる久田君。何回言えば分かんだよ。久田、お前らはできてねえの。久田君のミスで全員が腕立て伏せのペナルティ。連帯責任。誰ができなくてやってんだよ。私です、自分です。ちょっと休んで。自分は個人ではなく団の一員だということを自覚するための連帯責任なのだ。私が間違ったら自分だけで、あ、この罰か先輩から罰かを受けてみたい。でも応援団の社会ではそういうではない。一人が失敗したら応援団が全部失敗する。だからそういう責任感がすごく感じて、分からないんですけど勉強になります。さらに責任を重んじる応援団が最も大切にしている考えがある。勝っても負けてもやっぱ自分たちのせいなんだ。選手に結局自分たちの気持ちが伝わってなかったから負けたっていうところにつながるんだ。かっこいい、かっこいい。試合で選手が負けたら、それは自分たちの応援する気持ちが届かなかったから。
思いやりに裏打ちされた責任感を学んだ。朝8時半、1年生は先輩よりも早く来て団室の掃除をするのが日課。しかしなぜか3年生の久田くんも応援部としてまだ1年生なので、1年生の扱いをさせていただいてます。今年留学して中途入部の久田くんは応援団では1年生と同じ扱い。それでも懸命についてくる彼を先輩たちはどう見ているのか。3年生なんですけど、彼は今1年生として頑張ってるんで、そこは自分たちよりできてると思います。自分たちがもし3年生で入って1年生扱いされた時に我慢できるかって言ったら後輩に言われるんで。土曜日のこの日は昼休みを挟んで5時間に及ぶ猛練習。多い月は20回もあるという応援とその練習で、団員たちにプライベートな時間は全くない。お前疲れた？疲れてないっしょ。だったらやれっつ。お前もできるだろ。3年お前もできんだ。お前らよりも選手の方が疲れんの。彼らが挨拶として使うオス、これは押して忍ぶ、つまり自分を制して我慢するという意味で、応援団の最も基本的な精神。応援団に入ってから自分がなくなる。チーム役でパーソナルはない。みんな一つのもの。それは良かった。国から行ってそういうアイディアを広めてとか、皆様自分がうまくいかないから、みんなお互いに切磋琢磨で頑張っていきましょう。久田君が応援団で学んでいることこそ、今時の日本男子に欠けていると言われるものなのではないか。頑張るしかない。一日努力、二日も努力、三日も努力、努力なくして成功なし。